さあ、この体型3番の鈴木が動いてまいりますか。中段変わらず6番の坂本が回って、6番手ここで3番の鈴木が一本棒を崩してまいりました。1番中釜が反応していくか。さあ、打掌の周回に入って中釜、ここも前から突っ張っていきますか。一度突っ張ったのが1番の中釜です。4番手には6番の坂本が回っていって、鈴木は元の位置6番手です。さあ、近畿勢がまずは突っ張っていきます。先頭1番の中川ジャンで、ここで3番の鈴木が飛び出してまいりますか。いや、ちょっと鈴木は躊躇するような感じでしょうか。5番の岡田が中段を決めに行くんでしょうか。おっと、2番手が並走、ペース少し緩んだところ、3番の鈴木が上がってまいりまして、うまくここは1番中間の後ろに入りましたが、ただここは岡崎も譲れません。さあ、そして2番手外並走から3番の鈴木が縦に踏んでいくんですが、ここも1番の中間が突っ張っていく。そして2番手牽制を見せて4番の岡崎智也、さあ、ただ2番手の外へばりつくようにして3番の鈴木もこらえている。あとは6番の坂本が足を止めてコースを咲かせるか。4コーナー回ってくる。先頭は1番の中川、中釜が先頭、そして4番の岡崎が並んだか。